君の水蔵を食べたいは、隅の夜による日本の青春小説。略称は、君水。隅の夜の作品が、初めて出版された本でもある。2016年、本屋大賞、第2位をはじめ、多数のランキングで上位に選出されるなど、高く評価されている。2016年のオーディオドラマ化を皮切りに、メディアミックスも行われ、2017年に実写映画化、 2018年にアニメ映画化された、隅の夜のデビュー作。小説投稿サイト、小説家になろうに投稿したところ、ライトノベル作家の伊藤菊の目に留まり、双馬車に紹介され、出版に至った。2016年、本屋大賞、第2位、ダビンチブック・オブ・ザ・イヤー2位、2015年年間、ベストセラー6位、読書メーター読みたい本ランキング1位、 埼玉県の高校図書館市所が選んだ、一押し本20151位、2016年年間、ベストセラー総合5位、文芸書1位、2016年年間ベストセラー、総合4位、単行本フィクション1位、木のベス。20163位、2016、ツタヤブックス上半期ランキング総合部門1位と、高く評価された。2016年12月、 第3回ヤフー検索対象カルチャーカテゴリー小説部門賞を受賞。実写映画公開後の2017年8月時点で累計発行部数は200万部。2020年8月時点で累計発行部数は300万部を突破している。アニメ映画の入場者プレゼントで本編のその後、描いた短編小説、父と強くの誰かにが書き下ろされた。主人公である僕は、 病院で偶然、友病文庫というタイトルの本を拾う。それは、僕のクラスメイトである、山内桜良が綴っていた、秘密の引き帳で、彼女の嫁が、水臓の病気により、もう長くはないことが書かれていた。僕はその本の中身を興味本位で覗いたことにより、家族以外で唯一桜良の病気を知る人物となった。桜良の死ぬ前にやりたいことに付き合っていくうちに、 僕、桜良という正反対の性格の二人が、お互いに自分には欠けている部分にそれぞれ憧れを持つようになり、次第に心を通わせて成長していく。そして、僕は、人を認める人間に、人を愛する人間になることを決意。桜良は、恋人や友達を必要としない、僕が、初めて関わり合いを持ちたい人に自分を選んでくれた、ことにより、初めて私自身として、 必要とされている、初めて私が、たった一人の私であると思えたと感じていった。しかし、余命を全うすることなく、4週間の入院治療から、解放されたその日に桜寮は通り間に刺されて、亡くなってしまう。僕は、桜寮の通夜や葬儀に出席せず、数日後に桜寮の家を訪れる。担当声優は、オーディオブック版、アニメ映画版でのキャスト。演者の子は、 実写映画版を指す。桐原泉による作画で月刊アクション2016年10月号から2017年7月号まで連載された。2016年8月、オーディオブック配信サービスのフィービーでオーディオブック版が配信された。収録時間は9時間5分。同名タイトルの映画が2017年7月28日に公開された。監督は月星上。 脚本は吉田智子、主演は浜辺美波と北村匠海のダブル主演となる。原作にはない12年後の世界が描かれており、高校生時代のエピソードは過去として扱われている。母校に勤める高校教師の僕は、ある時取り壊しが決まった図書館の蔵書の整理を頼まれる。高校時代、図書委員として書庫の整理ばかりをしていた僕は、 懐かしい図書館で書庫の整理の邪魔ばかりしていたクラスメイト桜寮のことを思い出す。桜寮は12年前僕が盲腸で入院していた時に偶然拾った日記の持ち主だった。その日記、友病文庫を読んだ僕は彼女が水臓の病気で余命わずかであることを知ってしまう。その日からクラスの人気者の桜寮が僕に急接近したことで 桜寮の親友の京子が桜寮の一番の仲良しの座を奪った僕に反発する。学級委員長である高広やがむくんら今まで話したことのなかったクラスメイトと会話をするようになり僕の世界が広がり始める。そんな中僕は彼女の死ぬまでにやりたいことに付き合うことになる。一緒にスイーツを食べに行ったり福岡に旅行に行ったりして 人と関わりを持つことが苦手だった僕は彼女と一緒に過ごすうちに彼女に心を開き始める。同時に他者と関わらなければ知ることのなかった喜びや人を傷つけることの痛みを知っていく。一方、現代の京子は結婚を目前に控え桜良のことを思い出していた。桜良が大切なあまり京子は僕を傷つけていた。僕はそんな京子から 結婚式の招待状を受け取る。放送日。放送時間。放送分数。視聴率1テレビ朝日日曜プライム2018年8月19日21時23時14分134分10.4%に日本テレビ金曜ロードショー2020年9月4日21時23時14分134分 9.5%2018 年9月1日。 公開。8月31日、9月1日に公開された、新作映画のピア映画初日満足度ランキングで、第1位になった。アニメーション企画は、原作小説が出版されるより前から始動している。小説出版前の2015年、アニプレックス所属プロデューサーの柏田慎一郎が、双葉社から送られてきた約一冊の本の中で、 本作を読んだ際にアニメ化することを決めた。脚本会議には原作者の隅野よるも参加しており、シナリオは監督、脚本の牛島慎一郎と住野の二人が中心となり制作されている。劇中の舞台は富山県高岡市をモデルとしている。第22回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査委員会推薦作品。ありがとうございます。